ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回は他のエンディングを回収します。まずは3人に追い詰められた場面で戦うを選ぶよ。かかってきなさい、巨影。私はベルゼブブに向かって走り、彼を殴った。うおお。手をこすり痛みを和らげた。金属か何かなの？ふふ、傑作だね。僕たちは吸血鬼だよ。人間よりもはるかに強い。その吸血鬼3人を本気で倒せると思ったの？はは、ベルゼブブは君の戦いを面白いと思ったよ。でも今は食べることを優先しよう。僕は足がいいな。何だって？ずるいぞ。足は最高の部位じゃないか。3人の吸血鬼が私を飲み干すと、私は血まみれの中で悲鳴を上げた。デッドエンドに、何を期待したんだい？そりゃそうだよね。この絵を見る限り、なんだかんだ言ってモーフィアスに足を上げていますね。マーキングがなければ分け合う感じらしいね。だからこそマーキングにこだわっていたのかもしれません。次は扉を選ぶシーンだね。左のドアに入った。下に床がない。私は落ちて死んだ。デッドエンド4、偽のドア。シンプルですね。掃除をするにあたって、部屋に入るときは注意しないとね。真ん中のドアから入った。柔らかいクッションでできた部屋だ。引き裂かれた犬のようなおもちゃが床に散らばっていて、壁には大きな裂け目があった。フラフィーという名前がプリントされた大きな犬用のボールもあった。ふん、彼らはペットとして犬を飼っているのね。突然、大きなうなり声が聞こえた。巨大な狼が私の前に現れた。ああ、素敵な犬ね。狼は私に襲いかかり、私を引き裂いた。デッドエンド後、ドッグフード。ペットにも気をつけようか。プトノスが飼っているのでしょうか？そういえば今まで飼っていたペットが何なのかは知らなかったね。ちなみにフラフィーはふわふわという意味らしいです。最後は嘘をつくだね。ええ、そうよ。私がここにいることをたくさんの人が知ってる。ヒュブリスはマモンに目を向けた。彼女は嘘をついている。え、なんで？どうしてわかるの？俺は心を読むことができるんだ。吸血鬼の特殊能力でね。それじゃあ、処分を決めよう。ベルゼブブ、こいつを始末しろ。おお、ベルゼブブは待ちに待ったぜ。ベルゼブブに体を丸ごと食べられて、恐怖の叫び声を上げた。デッドエンド7、ディナータイム。ベルゼブブにあげたね。おそらくベルゼブブが処分するのが一番早いと思ったのでしょう。一気当選とか言ってたもんね。他の吸血鬼より強いのが彼の特殊能力なのでしょうか？でもエロスが多分魅了でマモンが心を読むってことを考えると、他の吸血鬼もわかりやすい感じの能力ってこともあり得るよね。確かに強いはわかりづらいですね。そう考えると特殊能力は5人分不明なのか。彼らの能力にも気をつけないと何が起こるかわかりませんね。今回はここまでだね。今回でセブンブラッディーナイツエクステンデッドはアップデート待ちとなります。次回はリクエストをいただいたヤンデル義弟に言いくるめられるホラー系恋愛ゲームを考察します。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。